おはようございます。モテキ工作ミソラ研究所長令、今日は令和5年2月10日、金曜日か。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。砂塚森田さん、おはようございます。森本あかねさん、善くん、おはようございます。善くん、昨日放送が上がってなかったですけど、ひょっとして体調崩したか大丈夫ですか脳大事にしてください。毎日放送しててないとこうなるのねっていうのを、まあ、僕も 2,3 日なんか喉痛くて休んだことあったんだけど、その時に秀平さんがねあの大丈夫ですかみたいなこと言ってくれたなるほど、毎日やってるとこうなんだなみたいなことがあったんですけどね、善くんが、放送がないということはちょっとね、全然前日の放送ちょっと喉どうかなっていう声してたからね、あのまあ無理しないで、あのゆっくりね、もし体調を崩したということであれば休んでください。疲れたなーっていう放送だったもんねまああのお母さんといろいろあったりとか、それもそれで疲れたなかもしれないけど、でもあんまりその本調子じゃない時に怒られちゃうようなことやっちゃったりとか、それもそういう前兆なのかもしれないですよね。でも、うん、こうなんだろうな、崩しかけの時にこういうことが起こるとかで、崩すとこういう感覚に体感覚としてなるとか、まあ体調はね崩さない方がいいんだけど、崩した時の感覚とか割と大事だと思うんですよね。いや、なんかその子供に言うことじゃないんですけどいや、特になんか大人になってあの体調多少崩れてもなんか我慢してやりきれちゃうみたいなのを繰り返して麻痺していくんですよね。そうするとなんか自分の調を感じ取るセンサーがバカになっちゃって、あの本当にヤバくなるまで、無理してしまうみたいな、なんでこんななるまでみたいなね、例えばお医者さん行ったらもうさ、あのそんなこと言われちゃうみたいなさ、そうなるぐらいやったらあのちょっと崩れたなをちゃんと敏感に感じ取って、で1日休めば済むような話だったらちゃんと1日さっさと休む方がね、結果的には本当はいい話なんだけど、なんかこれぐらいだったら休まなくても気合で乗り切れるみたいなことを繰り返してセンサーがパインしてってですね、無理を繰り返して、でなんかことが大きくなってから1ヶ月休むみたいな、なんかねやっぱり年齢がいくにつれてそれが僕はね自分自身振り返ると多くなっちゃってたのかなっていうのが一時期あって、まあ、最近は特に本当にそれをやらかしちゃう自分がいるってのが認識できてるんで、もう本当ちょっとここ行っていいなとかちょっとなんか寒気してるなとか、いつもの感じじゃないみたいなのあったらもう徹底的に甘やかすっていう自分を追い込まないっていう、そういう方針にしてますね僕はね。まあ、それの方が結果的にはねトータルで頑張れている時間を長くすることの方がね大事かなっていう、ね、マラソンで考えるとですよっていう、まあ特に40オーバーになってくると単純に基礎の体力が落ちてくるからそんな感じになっていると思います。まあいずれにしてもね、もし体調の問題であればお大事にしてください。はい、で山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。なんていう投稿してくれてんですかいやナイスランなんだけど、あのね今朝も5キロ走られたということ でなんか朝ラン5キロプラス1エピソード思いついたやつをなんとなく書き殴るみたいなあのスタイルになってきましたね。面白いですねいやー参ったな、あれは分かる、気持ちはすっげー分かる
100ボルトコンセント、なんて言うんでしょうね、何が僕らをあんなに引きつけたんでしょうかね。なんか僕も散々やりましたね、うん、いや感電するじゃんとか、まあその火花出ちゃうじゃんとか、出たのが分かっててもう一回あの火花が見たくなっちゃうとか、うわこれ燃え尽きたみたいなでも絶対やらないでって自分の子供には思いません今はね。いやしかしそのそういえば自分の子供はね3人ともどうやらその素振りも興味も なくて、なんか危険を感じたことがないんですけど、絶対やっちゃダメだよって言ったこともないんですよね。でそのことに思いついてもいなさそう。でも俺は何回もあったし、どうやら何ですか、世代なのかな、多分暇なんでしょうね。暇な中で何か面白いもんないかなって行き着いちゃうんでしょうね余白があるからここには何かエネルギーがあるよなと、だって刺したら電気つくんだからさとか、刺したら何かしらいろんな機械が動いたりとかする、なんかすげえものがここから湧き出ているんじゃないかとコンセントを見た時になんとなく感じるんですよね。でそれぐらいはもう小学校になってくると分かってきて、でも理屈とかよくわからないみたいなさ、そういうレベルから始まって、でなんかあのうん結構ブギおはようございますもうあれはやばいわ、あのちょっとそれカン君の武勇伝よりえぐいよちょっとある意味でだってカン君はさある意味まあそうだな、迷惑はかけたかもしれないけども危険ではないよあれは、だって粉が出てくるだけなんだから要するに火遊びしたら危険だけど火を消す方だからね、カン君がやったことは、あの何してくれてんねんではあるんだけどもだけどさ、別になんていうの、一歩間違えたらみたいなさ、あの大怪我してたんじゃないかとかそういうことじゃないじゃん。まあ武勇伝としては面白さ的にはカン君があるかなどうなんでしょう。いやなんかさ、いやちょっとゾッとしたけど清水さんのね武勇伝の方は。でもなんだろうな、あのすごく自分も思い当たる節があるんですよ、似たようなことやってる。でまああそこまで壮大なコイルをくるくる巻いて刺すとかはしてないけど、でだけどまあその時飛び散った火花の光景だとかすげえわかる、うん、なぜなら似たような火花を見ているからですねってことは俺やってんですよ何度かやってる、何度かやってて、うん、何なんでしょうね、うん、まあでも100ボルトでよかったな、あのだってさ国によっては200ボルトがあるわけで、いやさすがに200だったらまあまあの事故起こりそうですよね、感電死まで行かなくても例えば火事になっちゃったりとか、まあ普通に100ボルトでもありますけどね、うん怖いよね今思うともうなんかあの背筋が凍るというか、あのまあなんかそういうやらかし案件というか結構あんだよね。で多分、うん、なんであんなことやっちゃうんだろうっていう、だってさ今のうちの子とか見てて全然その気配を感じないわけよ、そこに興味も持ってないし、なんか危ないから絶対ダメだよって言ったことがないんです。で彼らはなんかもっと他のもので散々こう情報に溢れていたりする何かしらでさ振り回されているっていう、そっちの問題の方が起きて
忙しいんだよね。で、だからまあコンセントごときにいちいち興味を示してらんないっていう状況なんだ。でも俺ら多分暇だったんだよな。僕んちにはファミコンもなかったし、それこそさ、テレビだってほとんど見れなかったしね。じゃあ何すんのっつったら、まあなんか、相当僕は暇だったんだと思うんですよ。だって、やってることっつったら、ほんとなんか、その辺の野原で虫探して、飽きもせず同じようなバッタとかカマキリだとか捕まえては、閉じ込めて っていうさ、それ何が楽しいのみたいなことをやってて、で夏は虫がまだいるからいいけどもね、まあ冬苦手だから雪降ればまだ遊びようもあるけど、暇だったんだよねきっとね。こんなのね、なんか暇だった時の記憶ってちゃんと覚えてないんですよ。何もしてないから記憶がないんですよ。だけど相当暇だったはずです。その今自分家の子供たちを見てて思うんですけど、日程が1日埋まってんですよ彼らは。何 ていうか何かしらね。で常に友達と遊ぶ約束なり習い事なり何なりで、まあ本当にちょっと空いたなと思ったら Netflix 見たりみたいなさ、で Netflix じゃなくで飽きたら YouTube 見たりみたいなさ、全部埋まってくんだけど、なんか今日一日何にもないな、友達も、とかさ、何もないみたいな、結構あった気がするんだよね。で、なんかその、なんともなく外をフラフラしてみたいな。結構あったような気がするんだよな。で、そういう暇な人が考えつくことだと思う。だからコンセントとかに無性になんかエネルギーを感じて興味を抱いてしまうっていう。これ俺の仮説です。立てて意味のある仮説なのかっていう感じですけど 面白かったな。いや面白かった。周平さんが食いついてたとこ見ると、相当なんか我々世代の共通のね、なんか体験があるのかもしれないですね。いや、なんかそこだけで終わってしまいそうだから、ちょっと次、周平さんおはようございます。周平さんおはようございます。ちょっと待ってね。寺石ゆかさんおはようございます。山田友人さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。お仕事お疲れ様でした。長い出張ね、大変だったと思いますけど、まあ一段落っていう感じなんでしょうか。中島明さんおはようございます。佐藤直君おはようございます。小山愛さんおはようございます。なんだ、周平さんの出会いの話、昨日ね、相変わらず酔っ払いながら グミとこんにゃくゼリーを魚に 飲んだくれている配信、いやなんかさ、いや飲んだくれは全然いいんですよ。もうそういうチャンネルなんで。なんかこの人酔っ払ってんのかなってちょっと疑うぐらいいい話してて、なんていうのかな、出会いの話ね。会うべき人にしか人は出会わないみたいな。いやまあそのボイシーでそのフォローされてる方の、僕その人の話をちょっと聞いたことなかった。何正隆さんでしたっけ。それを聞いてなかったけど、なるほど、すげえいい放送なんだろうなという、それをまあまた僕らにシェアしてくれた内容ですけど、すんげえいい内容じゃん。 なんていうか、まあね、対立があったり炎上案件があったり、否定があったり、嫌な感じあったり、いろいろしますけど、結局、その出会いには意味があるみたいな、そういうお話ですよね。そこから学べることがあって、それがあったから、じゃあその逆サイドで、承認してくれる人とか、いつも笑顔で接してくれる人のありがたみが分かるっていうことかもしれないし、
まあその怒った人の気持ちが後々になって、理解できたら、その、まあ、反省材料として結局その人と、その短期的には嫌な感情になったかもしれないけど、まあ、後々自分の学びになったみたいなこともあるんでしょうし、まあ、いずれにしてもこう長い目で見ると、出会わなくていい人には出会わず、出会うべき人にちゃんと出会ってて、まあそれがね、全てだっていうお話じゃないですか。なんか全然酔っ払ってるとは思えないぐらいすごい素敵。すっげえいい話してんだけど すっげえいい話してんだけど、酔っ払ってんだよな、この人覚えてんのかなと 覚えてんのかなと 思いながらね、なんか、なんていうか、すごいじわ、なんていうか、じわっときつつ、でも酔っ払ってんだよなと 気をつけてんの、飲みすぎにはみたいな なんかそれが同時に来ちゃうもんだから、僕の中で まあでもなんか、そうだな、いい放送だなって思ったんですよ。いいっすね、多分。だからちょっとお酒入るとああいう話がまっすぐ照れずにできるようになるのかもしれないですね。まあ、ちょっとグミとこんにゃくゼリーのくだりはよく分かんなかったけど なんでって思う まあそうか 面白いな。あれどうですか、小山さんの体を作るだしを横に置いといて、チェイサー代わりにただのお水ではなくてだしを飲むっていうのはいいかもしれないですね。アルコールでいろんな、なんていうか、大事なものが分解されちゃうもんだから、失われるものも多いけども、その分、アミノ酸を供給しておけばプラマイゼロっていう でもつまみじゃないか、やっぱり噛むものが欲しいんですかね。何がいいんだろうな、分かんないけど いやでもね、25日楽しみですね、駆け上がり大会ね。あれ、そう、なんか映像ちょっと見たけど、相当ヘビーですね。なんかシャドウもなかなかのものだし、おお、だし、それいただきます。いいでしょ いいと思うよ。いや、なんか、そう、まあ、お酒が好きで、飲みすぎるのは良くないと思っていながら、なかなか酒量が減らせない。もうやめなくてもいいと思うんだけどさ、ちょっと減らした方がいいかな、つい増えすぎてるな最近みたいな、まあ、特に出張先とかさ、まあ増えやすいシチュエーションがあるんでしょうね。多分その家だと増えやすい人もいるでしょうし、なんか出先だとちょっと増えちゃうなとか、出てくる食べ物がどうしても人との付き合いで脂っこいものが増えるとか、まあ、なんかそこを無理にコントロールできないところに、コントロールしようとするとさ、結局できなくて落ち込むみたいな ことになるぐらいだったら、まあ、その代わりこっちで何かしらこう、こういうことをやってますっていうプラマイゼロにする、キャンセルアウトする取り組みをちょっとやるっていう まあそれを周平さんは例えば、まあスプリントトレーニングやるようにしてるとかそういうのはあるかもしれないけど、まあね、ジョギングするようにしてるとか、あ、友人さんおはようございます。そう、なんかお酒を必ずしもやめることだけが解じゃないというか、まあ減らせるなら意識して減らせるぐらいだったら減らしちゃいいんだけど、片っぽで、酔いが回らず量が増える、なるほど、酔いが回らず量が増える、なるほど、そういうことがあるのか。ちょっと僕ね、全く飲めないんで、ほんとちょっと飲んでしまうと、
多分30分以内ぐらいにね、ダウンしてしまうんですよ。多分このアルコールをもうほぼ分解できる能力がないんですね、僕の肝臓っていうのが、どうやら。で、だから、なんだろう、まあ、アルコールという、まあ、ある種のちょっとした微量の毒が肝臓でフォルマルデヒドに分解できれば無毒化されるっていう能力じゃないですか。無毒化能力が著しく低いんで、あっという間に僕筋肉が動かなくなっちゃうんですよ。その頭が痛いとかもあるんだけど、潰れるとかじゃなくて、割と頭の意識もはっきりしてんだけど、目がこうちゃんと開かなくなっちゃって、閉じちゃって、で、人の声は聞こえてんだけど動けなくなるっていうね。フリーズしちゃうんですよね、体。一人ロックダウン状態になっちゃうんですよ。本 当ね、微量ですよ。ビールもコップ1杯2杯飲めるかなっていう。まあ、飲めば飲むほどこうテンションが下がってて、これ何のためっていう状態になるね。料理に紹興酒使ったりした時にちゃんと飛ばさないと、それでもまあまあのダメージを受けるっていう、そのレベルなんで、酔いが回らず量が増えちゃうパターンって全然わかんないんだけど。 なるほど、そういう人もいらっしゃるんですね。どうしてもアルコールじゃないといけない刺激があるんですかね。なんでしょうね。なんかそれ以外に何かしらこう多少置き換えれるものがあったら、半分はこっちで、こっちの刺激でみたいな。置き換えれるのがあったら、なんていうか、やめなくても量は結果そんなに増えずに済むとか、そういうこともあんのかもしれないですね。でもまあ単純に言って、やっぱりだしをですね、 ポットに用意しといて、こう、なんだろう、あるこのお酒の量に対して一杯はこれを飲むみたいなのを決めとけば、 その アルコールを分解するっていうダメージに対して、適宜アミノ酸を供給することによって、プラマイゼロっていうのを保てば 問題ないかもしれない。どうなんでしょう、わかりません。何の根拠もないです。 何の根拠もないですけど、まあね、でもなんだろうな、まあせっかくなんか好きで楽しくなるし、いい気分になるために飲んでいるものだから、それ全部なくすっていうよりは、で、飲んじゃって 飲んじゃって、なんか飲みすぎて、また飲んでしまったみたいな気分になるくらいだったら、飲んですごくいい、気分になり、何の後ろめたさもなく、プラスしか残っていないっていう状態になるっていうところを目指すと、まあ、結構伸びしろがあるのかなと。身をもって実験してみます。 なるほど。 やってみてください。 いや、意外と効くかもよ。なんかウコンとかもさ、言うけどさ、あれも言ったら、なんていうの、ウコンってどういう効果なんだろうね、あれ、わかんないけどさ、あれもなんか胃の粘膜を守るとか、まあ、牛乳先に飲んどくとか言うじゃないですか。まあ、それはさ、防御ではあると思うんですけど、そのプラスを加えてキャンセルアウトするっていうのはちょっと今までなかったから。 あってもいいのかもしれないですね。はい、いやー、でもただ周辺の夜間学校の放送としてはね、やっぱりあの感じは僕は好きなんで、飲みながらやってんなーと、酔っ払ってるからこういう感じの話も割とこ
まあ照れなくできるんだったらさ、やっぱりまっすぐ入れた方がいいじゃないですか。で、昨日みたいに白布だとしづらい人はそうかもしれないなっていう。まあそのボイシーのね、パーソナリティさんの何正隆さんだったかちょっと忘れましたけど、まあ、その方はね、普段から現場でそういうことを強く実感してるから、こうまっすぐ酔っ払わずに そういう話が できるのかもしれないですけど、なんだろうな、でもやっぱりなんだろうな、その伝聞の伝聞を僕らにシェアしてくれるみたいな感じだと思うんだけど、僕これすごい知恵の共有としては、あ、田尻正孝さんっていうんですか、知恵の共有としてはものすごい大事だなと思ってて、なんかもっとあの人から聞いた話なんだけど、僕もこう思う、なるほどなと思ったからこうしようと思うみたいな、悪く言うと聞きかじりの話みたいな言い方もされますけど、でも聞きかじりをどんどんシェアできる方がね、なんか聞きかじりをまっすぐ僕も喋ってるだけですよ、なんだったらね。そういうことだしの話とかさ、小山さんから聞きかじった話をね、たまに出してるだけだからね。でも聞きかじりもね、なんかバカにならなくて、何度も聞きかじりを人に話しているうちに、だんだんこう整理されてきて、もともと言ってた人の気持ちにだんだん近づいていくんですよね、繰り返し言っていくと。ほんで、それでも大元の人が理解されてるところにはまだ及んでないなみたいな差も感じたりするときに、それをこう埋めたくなるっていうのが結局なんていうか、学びの意欲だったり、僕も聞きがちばっかりです。なるほど。 いやでもそんなもんじゃない、なんかね。で、その多分ユンジさんもそうだと思うんですけど、結構勉強するのが好きっていう状態の人って、聞きかじりを誰かしらに話すっていう場所が確保できてる人は、学ぶ意欲が無限に途切れなくなると思うんですよね。で、まあそれがスタイフの、まあなんていうか、本当それ何人が聞いてるかわからない放送であっても、アウトプットの場所であることには変わりなくて、でそれを確保しておくと、そのエンジンが多少回るっていうのは結構ね、感じますよね。なんかなんだかんだ言ってさ、僕らずっと続いてるじゃないですか。その周平さんから始まり、ユージンさんもそうだし、あかねさんもゼン君もあきらさんもなおくんもそうですけど。 なんか始めたけどちょっとやっぱり合わなかったら、無理だったら途切れたっていいわけよ、やめたっていいんだよ。全然その なんていうの、せっつかれたりとかしないわけじゃないですか。最近全然じゃないですかとかって誰も言わないし、でも上がったら必ず聞くっていうだけだからね。でもそれだけで、しかるべきところまで自分の学びがこう、水がさ、こうだんだん溜まってったら、まあある種こう溢れ出すように、こう聞きかじりをちょっと人に対して喋ると、まあ満タンじゃなくなったところをまたこう貯めるために、なんか他から聞きかじってきて っていう繰り返しが起こるんですよね。多分そういうサイクルが結局学ぶ意欲みたいなものになってるのかもしれないですよね。そうで、まあちょっと例えば、橋の学校の学級員通信っていうのを、まあ先週から1回ね、ひとまずお休みっていう、聞きかじりからのアウトプットが一番身になる。 はい、そうですね。だから全然完成度気にしてないけど、まず 1+1 をやるっていう状態だと思うんですよ、学びの入り口に立つっていうか。
で、まあ、まだまだ全然理解浅いんですよねって自分で分かってるから、これは外に出すもんかどうかっていう葛藤が、まあ最初の一番のハードルだと思うんですよ。それを出すっていうのが本当一歩目なんですよ。でもそれを出さないから次が続かないっていうところで多くの人が多分止まるんだと思うんですけど、それを出して、まだ聞きかじりにしても浅いなとか、うまく言い切れなかったのとか自分で分かるんですよ、手応えとして。なんかふわっとしてると、もうちょっと深いことが分かったような気がしたんだけど、うまく言葉にならないとか、いろいろ思うよね、言ってる本人はね。で、聞いた方はどれぐらいのことを受け取るか分かんないし、まあ本当に なんてことない一言でものすごい響くこともあれば、割としっかりめに言語化できたと思ったのに全然受け取ってもらえないみたいな、その両方あるわけですけど、まあ受け取る側のね、状況はいろいろあると思いますけど、発信する側からしたらどんなにこう聞きかじりのね、理解の精度がまだ甘かろうと、まあだいぶ深まってきたと、手応えもありますっていう状態だろうと関係なく、出すメリットはめちゃくちゃでかいんですよね。その次の学ぶ意欲を生み出すにはもう出すしかないっていうね、そういうことなんでしょうねと思ったりしましたね。なんでこんなこと思ったんでしょうね、分かんない。もう途中から僕ね、こう朝喋ってて、なんとなくこうやって喋ってるじゃないですか。その俺今どこにいるんだっけっていう状態になるんですけど、なんでこの話になってるのかなみたいな。まあでもこういう状態を何度も体感できるもんじゃないんですよね。そういう場所作れないですよ。それ自体が大事なのかなっていう。迷子になってみないと方向感覚って分かんないし、ね、その話の全体像を捉える力とかさ、ありゃいいんですよ最初から。ありゃいいんだけど、自分で何話してんのかとか、当然誰だって迷子になるんだけど、迷子になってることを朝のはっきりした頭で一回自覚しとくっていうね、なんかそういう訓練には僕はなってるかもしれないですね今ね。30分喋ったから。友人さんの清水さん、今日もありがとうございます。でもね、清水さんの電磁コイルの100ボルト事件、あれはある意味我がサロン今のところ最大のやらかし案件に、武勇伝の中ではもう最大のやらかし案件のような気がしましたけど、僕はカン君の消火器事件よりもはるかに超えてんじゃないかなという、デンジャラスランキングで言ったらね。消火器は別にね、まあ誰かに迷惑はかけるし大変だってなるけど、誰も危なくないからね。白い粉が撒き散らされてるだけで、火をつけるのはダメで絶対ね、危ないから。迷惑かけるだけじゃなくて全てを失うから、火はダメだけどさ、消火器だからね。消す方だから。やらかし案件にしても、まあ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 ってなるっていう。全ママが写真撮ってるっていう冷静さが笑えるよねあれね。そういう案件だけど、清水さんのはやばいな、デンジャラスやな。結構一歩間違えばまあまあの、まあ怪我だったり火傷だったり、まあ下手すれば火が出てたかもしれないですね。でも僕もやらかしました、散々。それはあそこまでやってないけど、コンセントに対する言い知れぬロマンを感じてたというか、なんであそこからあんなエネルギーが発出されるんだと、なぜ電気がつくんだ、あそこに刺しただけなのにみたいな、多分そういうことね、なんとなく感じてたんですよね。っていうね。
本当今日も30分以上にわたってね、どうでもいい話が朝からできまして、大変幸せでございます。ということで、今日は皆さん一日誰と笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあね、しゅうさん、ゆうじんさん、ありがとうございます。